さんは。年さんです。久しぶりですね。何日ぶりぐらいですか？ 4 日ぶりぐらいですか？いや、なんか起こされちゃって、寝てたんだけど、クッシーさんに、の寝相が悪くて、顔面パンチされたんですよ。顔面パンチされて、で起きた。起きて、で、予約したの。なんか、NHK だよねってさっき予約したのも。2分前に予約したのも。58分ぐらいに予約したから。それでちょっと起きたばっかりで、ちょっとおしっこしたいからおしっこしてきて、おしっこしてきていいですか？ちょっと待って。飲むよじゃないわ。ジョババババ。じゃあ行ってきまーす。待っててね。マイクオンでじゃないか。おいしい。やばい、頭おかしい人がいっぱいいる。こんな頭がおかしいなんて、トッシーさんしか、正しい、素晴らしい、真面目で、優しくて、通常の脳みそを持ってるにはトッシーさんしかいないんだね。じゃあ待っててね。行ってきまーす。ちょっと本当におしっこ出ちゃうから。味噌汁になってないか言っとくよ。もうね、これ何回も言ったけど、もうここ一番大事だから、言うけど、トッシーさんまだ20代だからね。言っとくけど20代だから。みんなみたいなハゲデブ親父と違うから。20代だから。はい、残念。じゃあ、ちょっと行ってきまーす。はい、じゃあ行ってきまーす。ハゲですし。いや、なんかちょっと。いや、でもそんなみんなが大好きだよ。嘘だよ。気持ち悪い。いいよ、ちょっと休んでからにしよう。おしっこちょっと我慢するわ。なにこれ。おお。乗って、ねえ、なんか前回、どこまでやったのか全然覚えてないんだけど。あ、これあれだ、メモったやつだ。メモったやつでしょ？ 396。396でしょ？多分。ほら。やった。な、これ何これ？え？何？え？なんでこれあれさ。なんでこれアダンバネーゼが言ってたやつだよ。保守管理技師、
アダム・バネッチの音声ログ。もう一回、2145年11月10日。じゃあもう一回聞いときこれ。今朝、耐熱シールドのカプラーを問題なく修理したが、その間におしっこしてくるから。かなり奇妙な体験をした。カプラーの調整を終えて間もなくして、ささやきがはっきりと聞こえてきたのだ。音の出所を確かめに行っても何も見つからず、作業ログを確認しても、今日あそこにいる予定なのは自分だけだった。この体験とデルタラボにいる連中から聞いた話ですっかりビビってしまっている。地下の整備エリアに降りるのが本気で嫌になってきた。あそこにいる連中はどうもおかしい。ブツブツ言うし、目つきも妙だし、あの場所自体がうすら寒い。いつ何が飛び出てきてもおかしくない感じだ。なお道具および壊れたモジュレーターはメンテ用エレベーターの隣にある保管庫にしまっておいた。用のある技師はコード396で開けられる。ログは以上だ。はい、どうも。ちょっとお水飲んでいい。ただいま。よいしょ。そしたら、じゃあ挨拶していくね。1個目さんから4個目さん、しっぽフェチさん、かぜちゃん、13個目さん、ときわさん、ちょっと巻きでいくね。27個目さんから29個目さん、29個目さん、お目目なんかおかしくなってるけど大丈夫、上と下見てるけど大丈夫なの。34個目さん、ヤゴさん、女子に3時間スペシャルさん、チダニーさん、58個目さんから64個目さん、70個目さん、ポーンズさん、ツイシタムのゲリーグショー大噴火さん。あれ、ゆるふわがなくなったんだね。102個目さん、128個目さんから130個目さん、ゴンゾーさん、ヨーゲボン、ケンカさん、ペヤング、浜田さん。もうなんか長いな。リュークさん、228個目さん、イヌオさん、ミノマットさん。どうもいらっしゃい。ねる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 ねばあちゃん、240個目さんいらっしゃい。チュッチーとイチャイチャしてチュキーさんいらっしゃい。どうも。女子頭軽さいいじゃん、軽かったら。それは身軽ってことだから。みんなみたいに
あの歩けない感じじゃないから、ピュピュってまっすぐチュ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 ってダッシュで行っちゃうから、トシさん身軽だから。出発日、ちょっと探検していいですか。この前あのあれだったから、この前あのあほとんど寝てたから、何したかがもう全然覚えてないし、か藤田、カタコルさんいらっしゃい。風林さんいらっしゃい。ヤシさんいらっしゃい。そしてなんかね、ちょっと聞いて。マッシーさんいらっしゃい。なんかね、鳥殴ってたの知ってるけど、いや、なんか、あの、最近なんかちょっと悩みなのが、なんか喋るときに、なんか、書きかけ子とかが、なんか、キャッキュー、みたいな感じに、文字、なんていうの？なんて言ったらいいの？なんかこう、なんかね、なんか例えばだけど、なんかそうなるんだよね。なんか、さしすせそが、さしすせそになっちゃったり。280コメさん、285コメさんいらっしゃい。なんか、だから例えば、お電話ありがとうございますって電話してたとしたら、お電話ありがとうございましゅって言っちゃったり、言った後に面白くなって、あの電話中に笑い出したりして、大丈夫ですかって一回言われた。大丈夫ですかって言われた。大丈夫ですって言って、シュッって言っちゃいましたね、みたいな。ごめんなさい、みたいな感じ。そんな感じなの。とりあえず続けるか。プリマーサイナさん。11月の火星では安全推進月間として、誰もが安全に働ける環境づくりのためのワークショップが多数開催されます。自分に何ができるか知りたい人は今すぐこちらをダウンロード。あ、ときまさんいらっしゃって言ったっけ？いらっしゃい。プリンマンさんいらっしゃい。ダウンロード済みって書いてあるじゃん。なんで毎回読んだの？ぶっ飛ばしてよ。で、こっち行って。ほんで何？この人と喋った。ここに振り回されない方がいい。仕事に集中してればあっという間に地球に戻れるさ。ここに危険な場所じゃないが、油断するなよ。ここに振り回されない方がいい。仕事に集中してればあっという間に地球に戻れるさ。これマルチプレイもできるんでしょ。危険な場所じゃないが、油断するなよ。ここに振り回されない方がいい。もう何なのこの人、同じことばっかり。頭おかしいんじゃないの。みんなと一緒なんじゃないのこれ。危険な場所じゃないが、油断する。この人この人は急いだ方がいい。急いだ方がいい。あ、これの方がみんなっぽい。急いだ方がいい。急いだ方がいい。急いだ方がいい。ほら、みんなっぽいよ。急いだ方がいい。急いだ方がいい。
急いだ方がいい。パソコンしながら一人で喋って頭おかしいんじゃないの。みんなと一緒さんこれ。ハゲてないさん、寝るのでおやすみなさい。おやすみな、おやすみのチューをください。おやすみなさい。おやすみなさい。ルルル。ありがとうございます。こうこつってお願いします。三五二個目さん、三五六個目さん。アフルの鬼神さんいらっしゃい。いやでもね、アクロックさんいらっしゃい。でもね、ちょっと聞いて聞いて。今日コッシーさんとカラオケ行ったの。今日コッシーさんとな。カラオケ行ったの。ねえ、ず聞いて。そんで、388コミさんいらっしゃい。そんで、なんか、何の経緯があったのか忘れたけど、クシーさんとなんかちょっと、追いかけ回したじゃなくて、追いかけっこみたいな感じになって、捕まえたから、ルルルルってほっぺをやったら、ビンタされた。ビンタされたんだけど。あんまりに痛くて、あんまりに痛いから、ってなってたら、あ、ごめんなさいって謝られたんだけど。416個目さん。おい、何やってんだ、さっさと行け。超痛かったんだけど。早く行かないと、まとめて。あんなに本気で殴ることないのに、手加減しないんだもん。おい、何やってんだ、さっさと行け。ひどいよね。早く行かないと、まとめてどやされるぞ。でも楽しかった。でもめっちゃ楽しかったんだけど。臭くないよ。でもめっちゃ楽しかった。カラオケ楽しかったよ。ルルルルルルー。ほら、みんなみたいに鏡でチェックしてるよ。30過ぎてないって。20代でまだ年さん、正真正銘の。何言ってるの、吹っ飛ばすよ。歯食いしばれよ、ハゲが。生ハゲのくせに、ボケが。よしさ、めっちゃくちゃ強いじゃないか。458組さんやるさ。あ、そうそう、ちょ、聞いて。なんか、なんだっけ。ヒロシの、なんか、安倍ヒロシボットがあるんだけど、ボットさん。安倍ヒロシボットがあって、で、最近はなんかステイサムのボットの方にちょっと浮気してるんだけど、その安倍ヒロシボットになんか、なんだったかな。モンゴメリが、山ごもりとかって書いてあって。って書いてあって、何言ってんのかなと思って。
何言ってんのかなって思って。え、なんなの？モンゴメリーが山ごもりってなんなの？全然面白くないって思って。あとなんか、なんか、あの、なんだっけ？イワシじゃないよ。あと、なんかね、なんだっけ、よし、装備を取れ。教えた。うわー、なんだこれ。無線のチェックをしよう。びっくりした。まずセキュリティ、無線チェック。よし、感度良好だ。感度良好だ。行き先は放棄された通信施設か。士官通路を進んで分岐路を越えたら、あとは一直線だ。地表に出るが、火星を堪能するいい機会だろう。よし、行っていいぞ。そうだ、覚えとけ。作業員が仕事してるから、焦ってぶっ放したりするなよ。移動しろ。セーブして。これ人殴れるようになったってことでしょ。ねえ、これ人、ねえねえねえ、これ人を殴れるようになったんだよね。あ、戻れないさ。なんだよ、なんだよ。時間はそんなにないぞ、移動しろ。コミゲ、え、だって今春休みなんでしょ。知らんけど。いや、って一応その、なんていうの、18禁のゲームだから、あの、お子様が迷い込んでこないようにした。こんにちは。うん、新顔がここまで来るなんてしばらくぶりだな。地下牢にようこそ。ゆっくりしてってくれ。好奇心が旺盛なんだ。殴れないんだけど。一日中こんな仕事だよ。え、殴れない、殴れない。おお。おお。超楽しいんだけど。鬼になったね。え、せめて、ここの人とか、怒られるんじゃないの、これ。アクセス拒否って言われた。なんで？この人？音声ログなし。559個目さん、偉いさん。フランク・デレヒュー。誰？今の人だよね。とりあえずいいよ。
面白い。そして、ちょっと、ひどいんだけど。これ自動保存これ。なんかなんで3つもあるの？なんで3つあるのこれ？え、なにこれ？え？え、なんで3つあるのこれ？なにこれ？2月の29、3時24分。あ、じゃあこれ。オートセーブなんだ。これ、ロードが長いのがちょっと欠点だよね。ねえねえ、パンチはいいけど、何？ドラム缶殴ったら爆発するとかやめようよ。悪は滅びるじゃないよ。バッチが当たった。なんなの、みんなはトシーさんの仲間じゃないの。味方じゃないの、トシーさんの。ねえ。みんなはトシーさんの味方じゃないのか？味方でありきってレースじゃないか。悪の一、悪の一味にしないで。よくじゃないでしょ。トシさんの味方でしょ。何言ってるの。吹っ飛ばすよ、味方じゃなかったら。おう。新顔がここまで来るなんてしばらくぶりだな。地下牢にようこそ。ゆっくりしてってくれ。好奇心が旺盛なんだな。ああ、一日中こんな仕事だよ。好奇心が旺盛なんだな。はい、ああ、一日中こんな仕事だよ。好奇心が旺盛なんだな。ああ、一日中こんな仕事だよ。好奇心が旺盛なんだな。どうやって殴ったの？ああ、一日中こんな仕事だよ。どうやって殴ったの？好奇心が旺盛なんだな。ああ、一日中こんな仕事だよ。一応殴れないよ。好奇心が旺盛なんだな。ああ、一日中こんな仕事だよ。え、殴れないよ、一応。好奇心が旺盛なんだな。ああ、一日中こんな仕事だよ。一応殴れなくなってるんだけど。好奇心が旺盛なんだな。ああ、一日中こんな仕事だよ。好奇心が旺盛なんだな。ああ、見てる。6299さん入れんさ。よし行こうぜ。で、こう、ボーンってなるから、触らずに行く。これ何これ。お、なんか取れた。医療キットだって、やったー。開いた。おい！うわ、びっくりしたー！あんたが見つけられない方がいい。ふざけんなよ。なんでもない。答えてくれ。もう忘れてくれよ。話すべきじゃなかったよ。俺の知ったこっちゃないんだ。話すべきじゃなかったよ。俺の知ったこっちゃないんだ。話すべきじゃなかったよ。
俺の知ったこっちゃないんだ。話すべきじゃなかったよ。超びっくりしたんだけど。俺の知ったこっちゃないんだ。話すべき。え、超楽しいんだけど、何これ。鼻水出た。よし。いや、美人だってなんか重要人物とかいないんですね。一瞬けど。丹下のおっちゃん。何これ善良なの。わしの方が善良じゃないの。いいか、この作業は何度もやってる。難しい話じゃない。そのデカい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 自分で降りてくれゃいいだろ。あんたがやるのを見るのが仕事なんだ。デカしゃべってるよ。てか暗くない？暗すぎじゃない？もうちょっと明るくしよう。味方誰もいなくなりそう。そんなことない。全然怒りと変わらないじゃん。何これ。何一つ変わってない。何一つ変わってないじゃん。何これ。え、でもハゲ。なあ、お役に立てるとは思えない。明るい。明るいんだけど。なんだよ、暗いと思ったらもうね、顔だけ明るいとか頭おかしいでしょ。神々しいね。一回目は聞き逃したのかもしれんが、こいつを見てないといけないんだ。何、こいつを見てないといけない。中で這い回りたいならどうぞ、じゃなきゃお引き取り願おうか。一回目は聞き逃したのか。ロス、上で何かあったのか。上で何かあったのか、だって何もないよ。上で何かあったのか、言ってる。何もないよ。プシーさんが通ったんだよ。なんだこれ。これも、あ、わかった、これ。音声ログ。環境修理管理者、グラント・バストンが。音声ログちゃんと聞きましょう。日付は10月19日。説明不能としか言えないような内容のおびただしい数の報告が上がってきている。別の惑星で、しかも地下で作業をするのは不安が伴うため、奇妙な出来事が報告されるのは予測の範囲内なのだ。しかし報告の数がとにかく多い。多くの者が本気で怖がっている。聞こえてくる噂、デルタコンプレックスの実験がうんぬんという話もこれを助長している。やった。不安定な電力供給も話をややこしくしている。照明が常にちらつき、数分単位で停電が起きるため、従業員は神経質になってるな。可能な限り作業は進めているが、明らかに人手が足りてない。いつも誰かが病欠を申請している。主任に状況を報告し、報告は受け取り次第随時記録していく。
ねね一六ごめんなさいさ。フォールアウト4は、完全版が出たら買います。完全版出てから買う。だってまだ発売したばっかりでしょ。なんか別に急いで買う必要ないよ。719コミさんやねさん。よいしょ。ちょっと全部見ていきましょう。これ見たかな。そうね。まあ、ダークソウル3はすぐ買うけど、フォールアウトは一応3とニューベガスやったじゃん。それはやりたいけど、他の生主さんたちいっぱいやってるし、別にわしが急いで買う必要ないんだな。ゆっくりでいいよ、別に。あ、35歳、ハゲさんいらっしゃる。なんで、フォールアウト超楽しいじゃん。わかんない。一ヶ月ぐらい見るかもしれない。黒幕さんいらっしゃる。わ。なにこれ。入力安定度スキャン。あんたら保守管理の連中が機材を使えるようにしてくれればな。そうとも科学チームが酷使するんでね。言い訳はいい。とにかく仕事をして科学チームの要望に応えるんだ。何これ何これ。できる限りのことはやってるけど。パネルエラー。説明不能な不具合も起きてるんだ。パネルエラーだって。いいから仕事しろ。入れないんだけど。そっちから開くかな。入れないね。入らせてよ。入れてくれ。中に入れろ。これドゥーム。あ、誰かいた。こうびっくり。何？まったく。これすごいかっこいい。人に忍び寄る癖でもあんのか。ただでさえ妙なことが多くてみんなピリピリしてんのに。ガレージはそのドアのすぐ向こうだ。分かったらどっか行ってくれ。機材が目に見えない何かの影響を受けているようだ。機材が目に見えない何かの影響を受けているようだ。機材が目に見えない何かの影響を受けているようだ。機材が目に見えない何かの影響。あ、落ちてったに。743コメさん、744コメさん、エレンさん。落ちてったね。よいしょ。して。これ、ドーンってなるから。わ。L1 を押しとる？おぉ。おぉ。なるほど。わ、なんか怖い。怖いね、ちょっと。あ、誰かいる。誰だ、お前。おい、古い通信センターに向かってるんだろ。はい、この通路じゃ途中までしか行けない。地表をちょっと散歩してセンターにはエアロックから入れ。まあ心配すんな、スーツの酸素はたっぷりある。はい。それで何待ってんだよ、海兵さん。行ってくれ。それで何待ってんだよ、海兵さん。行ってくれ。それで。あーって言って
内臓が飛び出た。内臓飛び出てね、今ね。誰だろう、なんて人やら。こういう人ないね。ついか。新人が来る。新しい海兵隊長がさっき検問所を通過した。彼は旧通信施設で行方不明の科学者を捜索することになる。虫が捜索しなきゃいけないんだね。もう一人行方不明者を増やすことだけは避けたい。頼んだぞ。お前も行方不明者だな。ミオさんいらっしゃい。どうも。音声ログ。環境修理管理者グラントバストンの記録。日付は10月19日。先読んだから。説明不能としか言えないような内容のおびただしい数の報告が上がってきている。別の惑星で、しかも地下で作業をするのは不安が伴うため、驚くぞ。奇妙な出来事が報告されるのは予測の範囲内なのだ。これを聞いたら驚かない。しかし、報告の数がとにかく多い。多くの者が本気で怖がっている。聞こえてくる噂、デルタコンプレックスの実験がうんぬんという話もこれを助長している。不安定な電力供給も話をややこしくしている。照明が常にちらつき、数分単位で停電が起きるため従業員は神経質になってるな。可能な限り作業は進めているが、明らかに人手が足りてない。いつも誰か。プラズマガンの紹介。 UAC の偉大なる業績の一角を占めるシリーズ3プラズマガンは非常に汎用性の高い中距離向けの銃器です。はい、人工プラズマのと、あ、消えちゃった。ちゃんと聞きましょう。説明聞きましょう。UAC の偉大なる業績の一角を占めるシリーズ3プラズマガンは非常に汎用性の高い中距離向けの銃器です。人工プラズマの特性を最大限に活用したこの銃は、弾薬が低コストで潤沢に入手可能であり、はい、現代の軍隊にとって必要不可欠な条件を満たしています。プラズマインジェクター技術の採用により連射を可能にしており、軽量ながら高い攻撃力を実現、多くの戦闘状況において理想的な武装といえるでしょう。技術の最先端を行く UAC では各惑星の安全確保に貢献しております。はい、私トシーさんも火星の未来に貢献しております。ユニオンエアロスペースの誇るマーズシティへようこそ。本施設はあらゆる科学技術開発、考古学研究、そして軍事行動の中核をなすハブ施設として機能しています。 UAC の最優先事項は全職員およびお客様の安全と快適な生活です。その実現のため規定事項は必ずお守り。あとは何もないよね別に。よし行くか。あれ？ん？もう多分。もう来た。780個目さえです。おお、すげえ。火星だ、火星はね、酸素が21ってなってるな、これね、これえ、ね、やばい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 。死ぬ、死ぬ、助けて、助けて、死ぬ、助けて、酸素が、酸素が、酸素が、危ない、危ないんだけど。回復って出てするの。回復、回復、回復って出られるのかな。え、あ、分かった、これ勝手に回復するんだ、こうやって。あ、そうなんだ。あ、持ち運べないんだ、回復薬。へえ、めんどくさい。海兵、こちらケリー総長、急いでくれよ、はい、周囲を捜索したらマーズシティに戻れ。以上。はい、はい、
周囲を捜索したマーズシティに戻れるって。いいよ。2階。はい。うん。通信施設に向かう。周囲を捜索。さっと入れるように開いとか。ドーンとかって出てくるのなしね。私そういうの苦手だから。あれみたいね。なんだっけ。何でしたっけ。デッドスペース。デッドスペースの1と2マジで怖かったから。頼む、待ってくれ。この通信を遅らせてくれ。間に合ううちに警告しなければ。あんなことに、あんな、私が何を見たのかわかるか。あれは理解も想像も超えたものだ。悪魔は実在した。え、何何、私が檻を使った。なんてことだ。なんと、え、何、え、何何何、え、なに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 、え、なになになに、え、なに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 、え、なになにこれ、もうゾンビになってる。お、なに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 、え、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、おおおおおお、え、どういうこと、どういうこと、あれ、全部隊、こちらケリー総長、現在我々は正体不明の敵に襲撃されている。海兵隊司令部に交代せよ。ゾンビになっちゃってみたいな。みんなゾンビになっちゃった。パンチの方が強そうやね。なんかバイオハザードだね。うん、パンチの方が強そう。ストーリー下に書いた。読んで、ちっちっ、読んで。うわーだって。死んじゃったみたい。そうそう、バイオハザードよりこっちの方が先なんだよね。だって1って1990年代に作られたの。超古いらしいよ。1993年だって。まあ、それのリメイクだよね。それのリメイク。おー、来た。パンチ強いから、私。え、当たらない。当たらない。あれ？おー、パンチ弱い、パンチ弱い。割と弱い、パンチ。なんだよ。おいし。ですか。私があれですね、
虫が生まれた年かな。えへへへって聞こえる。うん、敵弱くないね、全然。なんかめっちゃ HP 減った。 HP めっちゃ減った。上になんかあるよ。やった。なんだなんだ、これ取れないのこれ。あ、なんかある、なんかある。どうやって登るのこれ。これどうやって登るの。これ取れそうだけど、回復薬でしょ。取れないのだが絶好か登れないんだけど。え、回復薬でしょあれ。あ、わかった。わかった。あれ爆発させるんだ。おぉ。全然何にもなんない。あ、リロードってどうするの。あ、こうか。よく取れないんだけど。うん、よく取れないよ。取れない。まあいっか。下のラインを移動。パンチで全然移動できない。まあいっか。分隊長は状況報告をオーバー。絶対誰かいる。司令部、こちらブラボーチーム。海兵1名戦士、2名負傷。こちらファイヤーチーム5。アルファラムで来てみてください。司令部、こちらファイヤーチーム2。仮想では主電源システムがダウン。予備電源と生命維持のみ。民間人の死傷者多数。なんかいる、なんかいる。ひどいやりともだ。司令部、やばいやばいやばい。うわぁ、2さんいらっしゃい。うわぁ、うわぁ、うわぁ、割と強いんだけど。え、割と強いよ。うわぁ、おお。ヘッドショットの判定あるの。うわー、助けて言うてる。はい。いや、面白い。こう武器強くなったりするのかな。最初に、味方ぶっ壊れちゃうじゃん、全員。あれ、良かったんじゃないの。全員あれでしょ、ゾンビになるんでしょ。やってね。うわぁ、全員復活してるっぽいんだけど。ちょっと明るくしよう。明るくしても全く明るくなれないからね。
ヘッドショットの反転なさそうじゃない？ 3 発だよ、結局。さっきヘッドショットしたけど。あそこなんか何もないか。うわ、来た来た来た。これさっきの、あ、さっき倒したやつじゃない。ヘッドショット全然反転ないよ。おい、結局3発だよ。落ちたらわし死んじゃうもんね。操作できる。はい。全部隊、こちら司令部。海兵隊司令部に直接報告し、以後の指示を待つ。はい。開かない。おお、なんか来た。なんか出てきたね。開かないね。すごいね、細かいね。こんなとこ、こんな演出あるよ。すごい、すごい、超面白い。痛い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 、なになに、うわー、これ味方じゃないの？これ敵？味方じゃない、敵だ。やばい、敵まで拳銃撃ってくるんだけど。もうパンチ強い。地上強い。おお、なに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 、シールド来てる人にはヘッドショットが有効っぽい。シールド来てる人には、え、これ武器が強くなったりとかないの？開かないって。イオンシンクレア、どうもどうも、じゃがいもさんやさん。あ、いる、敵。あ、本当だ、ヘッドショット一応関係するんだ。もうなんだこいつ、無敵か。気をつけした。それに触ったらダメなんでしょ。あの、なんかふわーって出てくるやつ。もう一人ぐらいいるか。ここの人倒したか分からないの。分からない。もうなんか落ちてる。権限ゲッター。下からなんか灰出てくるんじゃないの。なんか聞こえるね。やめろ言ってる。いけ、オッケー、蜂
174本目さん、若干無線です。うん、できない。手でよじ登ったりとかできないんだけど。うん、なんか取れそうな感じなんだけどね。あ、なんか、あ、この人、発電部門担当の技術管理者フランク・デレヒューの音声ログ。2145年10月18日、電力網の稼働状況は現在規定の 23% オーバーとなっている。需要に対応できるように全作業員の勤務シフトを日に12時間に延長した。デルタコンプレックスからの大量需要は続いており、かつ増加傾向にあり、影響が方々に出ている。このような送電量をこれ以上維持させられるようでは、重要なシステムの不具合が発生し始めかねない。備品の保守のために他の部署に部品を要請する許可をいただきたい。デルタで何が起こっているかは知らないが、こっちは精一杯やっている。絶え間ない要請だけでも手一杯なのに、聞こえてくる噂が事態をさらにややこしくしている。状況が近日中に改善されない限り、地獄のような状況に陥りかねない。音声ログもう一個あってね。発電部門担当の技術管理者フランク・デラヒューの音声ログ。2145年10月24日、主管処理系の再処理問題に足を引っ張られている。先週1週間だけでバルブのオーバーロードが2件も発生した。オーバーロードによりバルブが損壊した場合、非常に危険な火炎ジェットが発生し、高熱で近くにある重要な機材を燃やし尽くしてしまう危険性がある。現時点までにバルブの破損による負傷は1件のみの報告にとどまっている。これは技術チームの迅速な対応によるところが大きい。操作ターミナルに停止コード842を入力するという対処は適切なようで、今後もその方式での対処が望ましいだろう。もうなんだなんだなんだ、もうやばい、これ落ちたらぐちゃぐちゃになる。落ちたらぐちゃぐちゃになるよ。敵落としてみた、もう超楽しい、やばい、やばいんだけど。もう攻めてるじゃないわ。あ、見て見て見て、ほら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 、人の手、人の手、あ、人の手が動く。うん。飛んでった。おお、なんだ。危ない。おお、びっくりした。ショットガンか。いきなり締め出し食らった。ショットガンもあるんだね。こっちの方が撃ちやすいよ。結局2発だもんね、ショットガンも。そんなに特別強いわけじゃなさそう。ハクさんいらっしゃい。ショットガンなんか特別強いわけじゃなさそうだよ。こっちのガンの方が良さそうだ。さっき行けるとこあったのに行けなくなっちゃったよ。医療キットあった。あ、ここにもなんかある。あと医療キット回復した、全回復した。一瞬で、え、あ、ここ橋があるんだ。なんだよ。賢いね。お、お、万歳してる。見て見て、万歳してる。え、超面白い。何このゲーム。あれ、すでにならなくなった。すでにならなくなった。
自然に乗らないんだけど。なんだよ。すでにできなくなっちゃうんだけど。拾えないんだけど、なんで。すでにできない。まあ、いっか。よし。絶対いると思った。怖い。わわわ、何やの。飛ばそうで、これで。やった。わーわーわー、あんなのいる。くそー。こいつ。ピッピッピッピ言ってる。素手で殴りたかったのに。ストアになかった。え、普通に店頭ゲオで買った。ゲオかな、ゲオかな、なんかどっかで買った。どこで買ったかは覚えてない。あ、これアーマーだったんだ。へえ。898コムさんいらっしゃい。ぶっこるちゃんだよ。ぶっこるちゃん最強でしょ。楽しいもん。ピピピピピピ言ってる。下に落ちちゃうからやだな。なんか、下に降りれる。なんかありそう。あ、なんかあった。やった。なんだこれ。回復キットだ。シェル。シェルって何？え、なになに、シェルって何？あ、あー、ショットガンの弾？あ、そうなんだ。あ、ほんとだ、増えてる。大きいよ、コッシーさん。5歳だよ。今年6歳だよ。よいしょ。よし、じゃあ、何やろうか。来年？そうだね、今年じゃなくて来年小学生だよ。あれ、これ、登れないんだけど。あ、登れた。買わないよ、今年じゃない。来年だもん。どこにいる？何も見ませんぞ。アルファチーム、交代。アルファチーム交代。チーム2はこの場を放棄する。やばい、超楽しい。もう見て。おお、なんでいきなり出てきた。わわわ。ヘッドショットあるね、関係。バイ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 。オッケー。もう超楽しいんだけど。超楽しいんだけど。助けてーって言うけど。ちょっとあれだね。よし、拳装備して死体をちゃんと全部処理していかないとね。復活するかもしれないからね。オッケー。く
ちゃぐちゃだ。ケッケー、女子の無線から逃げ惑う人来た。でも勝手に逃げ惑っといたら、ほっといたら、これ通れないじゃん。これバーッと通ったら死ぬかな。なんか落ちてるけど、もう何何何、え、ボス戦っぽいんだけど。わわ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 わ、倒した、弱。え、なになに、あ、こっちにもいる。え、なんで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 、わわわわ、なんだ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 、うわ、ふざけんな、あ、もう死ぬんだけど。回復薬ないと死ぬ。なんで魔法使えるのあいつ。うわあ死ぬんだけど、やばい、危ない。やばい、超楽しいんだけど。え、超楽しい。超楽しい。でもなんか虫にそうなんだけど。ちょっとあれ、回復薬はない。あ、あった。イェーイ。回復薬って何これ、元の場所に戻ると、復活してるの？よいしょ。もうびっくりした。扉だった、ただの。復活してないね。戻ってみ、いろんなとこに戻ってみて、なんかアイテムあるかもしれないから、戻ってみたらいいね。おお、人の腕があった。なんかあの強いやつが出てきたら武器を変更した方がいいね。うん、そうそうそう。さっき殴って飛んだやつ。一回戻って、回復薬どっかにないかな。こことかありそうじゃない？ないね。これ、回復薬じゃないの？これ。これ回復薬だよね。どうやって取るの？ジャンプかな？取れないよ。どうやって取るんだろう。わかった。あ、わかんない。どうやって取るの。ここからジャンプとかかな。あ、いけたいけたいけた。こういう取り方とかあるんだ。超全面力さい。ちょっと隠し要素多すぎなんだけど。普通に行ったら取れないよ。ジャンプして取ったりしないと取れなそうなところとかある。で？こっち行ってない。さっき行ったとこか。最初から、最初来たとこだね。降りれるじゃん、これ。え、これ？これプレイステ3だよ。あ、なんかある、なんかある。わわわわ。ねえ、しゃがんだり飛んだり。わわわ、見えない、見えない。やってった。プレイステ3だね、これ。
まあ、なんかいろいろあるいろいろ隠し要素多いこれ。いけなそうなところ行けたりする。でなんかアイテム落ちてる。え、超楽しい、やばい。ちょっと一回戻って、ちょっと探索しよう。こっちもなんかいろいろあるぞ。食べ、これ爆発させたらなんか壁がとか寝るよ。ないな。あ、そうなんだ。うわ、超楽しい。なにこれ。ちょっと、なんか、見落としがありそうだから、一回戻っていい？ほらほらほら。あっちがアイテムじゃなかった。こっちもう一回行こう。はい。開かない。なんだよ。戻る行かないじゃん。よし、じゃあ行くか。おやすみ。よし。オッケーオッケー。はい。あとはこっち行くしかないのか。そこなんか登れそうな気がするんだけどな。いけないのかな。いけないね。で、どうにかしていけないかな。いけない。下さっき降りたとこでしょ。おーい、あれ、あー大丈夫だった。ダメだね、行けないね。しょうがない。よし。え、見て、2しかないもん。あれ？え、なんで体力めっちゃ減ったんだけど、なんで？え、めっちゃ体力減ってる、なんで？落ちたから？え、落下したから？セーブしよう。え、気が臭くない。最初のとこにしよう。940コミサイレーさん。いや、めっちゃ楽しい。なにこれ。落下ダメージあるんかな？して死んだぞ。じゃあもうなんか一発食らったら死んじゃうんだけど。そうだよ、そんなに高くなかったよ。回復薬、回復薬、回復薬ない。さっき30ぐらいあったのに。なんだよ、これやばいんだけど。死んだんじゃないの？積んだ可能性あるよね、これ。ピッピピッピ言ってるけど、何？ピッピピッピ言ってるけど。スススス、2000円ぐらいやったよ。ピッピピッピ言ってるね。ここで、さっきのなんかめっちゃ強いやつが出てきて、倒しちゃうでしょ。これそっち側行きたいんだけど、シュッって言ったら死ぬかな。はい。
双眼で行ってもダメなのかな。いや、コッシーさんがめっちゃうごうごしてる。上で寝てるんだけど、今日。めっちゃうごうごしてる。うえーとかおーとか言ってるかわかんない。ロード長い。ロード長すぎだから。ロードが長すぎだから。無理だね、しゃがんでいけるとかなさそうだね。下いけるよね。こっちから行くのかな。赤い服買った、やった。ウェーイ。え、なになになに、え、なになになに、ふざけんなよ。よし。OK。ねえ、どっから来たんで、いきなり来たんだから。後ろから来るとかなしだよね。回復薬意味なくなったじゃん。5しかなくなっちゃった。ショットガンなんか近くで当てるともう超強いね。降りれるよこれ。降りてみる。わかりそうだよね。あ、なんだこれ、さっきのとこじゃん。なんだよ。うん、だから1のリメイクでしょ。3って言ってるけど1のリメイクなんだよね。で1も入ってるし、このゲームの中に1と2入ってるよ、このゲームの中に。アイテム、こういう細かいところを見た方が良さそう。よし、そうそうそう。ただね、あれ、ファミコンのすごい古いファミコンのゲームって感じ。超古いファミコンゲームみたいな感じ。荒いし、治療許可やった。残量とかあるけど、だって治療や、なんか治療できるんだけど。イエーイ。そう、 2D だった。そうそうそう、ここで治療ができるって覚えておいてね。あと10あるから。うわー言ってるね。絶対いる。うん、ふざけんなよ。ふざけんなよ。びっくりする。なんか音もなくいきなり現れるのなしだよね。使わない使わない使わないで置いておく。あ、使うか。もう二度と戻ってくるか分からないしね。
よし。もう絶対入れちゃった。こいつはもったいないか、この普通の拳銃で。ヘッドショット。ヘッドショット。三発だね。オッケー。素手で流る。オッケー。うん。もうなんか出てきそうで怖いな。めっちゃ楽しいんだけど。ホラー&黒ゲーだよね。ホラー要素があるのがいいね。後ろから出てきたか？わーって言ったけど、いきなりなんか後ろから現れるから怖いよね。何もなんか前触れもなく後ろに現れるんだもん。ふざけてるよね。超楽しいんだけど。おい、下になんかある。やった。うわ、これ潰されるよね。これ一歩間違ったら死ぬ系だよね。ほら、いっぱい落ちてるよ。これ何なの、これ。よいしょ。はい、やってみてじゃない。お、なんだなんだなんだ、なんか開いた。おー、危ない、降りないでよかった。絶対いると思ったけども、ふざけんなよ。マジで腹立つこいつ。避けようがないじゃん、なんなの。待ってた。うわ、もう。これいきなり現れるんだって。いきなり現れるからもうどうしようもないよね。ひるんだりとかないし。いや、無限巻きじゃないみたい。うわ、あ、来た。うわ、なんだよ、もう。よし、オッケー。もういきなり現れる。あ、ぐちゃぐちゃにされたんだね。よしがもっとぐちゃぐちゃにしてやる。足。おいしい。人の足。よいしょ。下に落としとこう。ほら。飛んでったね。上にいるもん。よし。いきなり現れるからやばいんだよな。全部隊、こちらケリー総長。敵の素性は不明だ、はい、繰り返す。襲撃側の正体は不明だが、手ごわいのは確かだ。敵の素性は司令部までの経路が確保できない場合、弾薬を確保し守りを固めて敵を食い止めろ。はい。もう絶対出てくると思った。遊んでるんだけど、何この人。めっちゃ遊んでる。遊んでる。ほら。ほら。
ちゃくちゃだ。トシさんこの程度じゃびっくりしないか、言っとくけど、まあ、ここはあれでしょ、あの他の生姉さんたちだったらジャーって言っとくでしょ。トシさん楽しいか。見て、胴体遊び、胴体遊び。飛んでったここに入るたびに音楽が変わる。怖がらせようとしてるの見え見えなんだけど。おはよう。おー、てめえ。ああ。OK。よし。めっちゃ楽しい、やばい。今のとこ驚きポイントだよね。多分。スペースをクリアしてきたジョシーさんにとっちゃもうこのぐらい。司令部、こちらブラボーチーム1名やられて負傷も複数、そちらに向かっている。直ちに救急治療を頼む。司令部、こちらファイアチーム2、モノレールの線路がマーズシティの外で破壊されている。基地への安全な移送手段を確保できず、オーバー。了解だ、ファイアチーム2、最寄りの拠点に交代し、そこに足掛かりを築け。以上。絶対これ上から出てきたりするよ。虫じゃないよ。ほらね、いると思った。おい。おい。おい。ドドンって言って、愛を蹴ってから撃つ。おい。おい、余裕ですね。余裕ですね。腕のものですよ。ジョシーさんにとって怪物ももうペットだから。はい、アクセス拒否。検問所アクセス拒否。クソ。オッケーオッケー。え？ジョシーさんは神様。神様だから。はい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 。こいつは、あー、こいつ、ショットガンのやつは。ショットガンのやつ、避けようがないんだけど。ショットガンのやつ、避けようがない。あ、回復薬やったー。割と回復薬落ちてるね。これ何これ。あ、やばいやばいやばい。コッシーさん起きる。ちょっと一回切るね。
所とロッカーを解除できた。検問所とロッカーと、あと保守管理を、保管庫をロック解除できたよ。なんか次もボス戦っぽいから回復しとくか。まあでも2だからいいか。ボス戦っぽいな、セーブしよう。中ボス戦っぽいからセーブしよう。3時26分。よし、これにセーブして。あ、コッシーさん起きた。この枠で終わるね。セーブどこでもできるからいいね。回復や弾薬は、今回、初見ハードでやってないから、ノーマルでやってるから、まあ比較的優しいんじゃない？私、大体は初見プレイってハードでやってるじゃん。そうそうそう、ノーマルノーマル。大体初見プレイってノーマルじゃなくてハードでやってるけど、わ、やだやだやだ。もうこいつ避けないんだけど、ショットガンもどうしようがない、どうしようもない。回復しよう、回復。はい、いきなりハードはどうしようもないね。武器が弱かったりするから、多分、いきなりハードだと積む可能性とかあるよね。絶対敵出てくるでしょ。わーわーわー。オッケー。全部隊、こちらケリー総長。海兵隊司令部に撤退し、以後の指示を待て。一回ちょっと戻って。ここにショットガンシェルもう一個落ちてなかった？ないか。次や。OK。回復だけしとこか。そして使わなそうだし。OK。おやった。なんだこの武器。わーまたか。おー、マシンガンだ。マシンガン弱っ。マシンガン使いじゃん。ショットガンの方がいい。あいつにはマシンガンじゃない方が良さそうだね。ショットガンが一番強い。ショットガンがいいね。OK。で、おお、びっくりした。びっくりした。いきなり走ってきたからびっくりしちゃった。じゃあ、まあ、あれだね。キリンもいいし、ここで終わろっか。どうせ下に降りたら、敵がドバーって出てくるでしょ、多分。多分だけど。1011コメさん、こんばんは。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またよかったら遊びに来てください。お相手はトシでした。お疲れ様でした。待ってね。お仕事だから今日。バイバーイ。
バイバーイ。